離散数理工学の9回目の授業のリアルタイムの方をやっていきたいと思います。よろしくお願いします。いいですか？音とか聞こえてますでしょうか？コメントスクリーンも動いてますでしょうか？いいですか？はい、ありがとうございます。大丈夫ですね。はい。ですね。コメントの方ありがとうございました。コメントの方で、あれですね。表示確率変数をうまく使えるようになるのは重要だなって話があったので、ちょっとそれについて、ですね、まあ、どのようにすればうまく使えるようになるのかっていうことは、まあ、私自身もよくわからないって言っていいのかどうかちょっとわかんないんですけども、まあ、何かですね、その、まあ、考える、問題をですね、期待値の問題に置き換えて、その期待値がですね、うまくその線形性使えるように分解できると嬉しいんですけども、まあ、ちょっと一つ、もう一つですね、例を挙げてみて、今後の授業でも例は出てくるんですけども、ちょっと別の例を挙げてみようかなと思います。はい。で、ちょっと、これで大きくできるかな。はい。ちょっとこのような例、ちょっと英語になってすいません。急いで強く英語になっちゃうんですけども。ですね、これ、ハイパージオメトリックディストリビューション、これ長期化分布って言いますけども、日本語では。まあ、離散確率分布ですね。の一つで、どういうものかっていうと、まあ、ここに書いてあるような状況を考えてて、なんか、ま、N 個、ラージですね、ラージ N 個、ボールがありまして、そのうちラージ K 個が赤いというような、ものがあって、で、まあ、なんかこれがですね、なんか袋に入っていると思ってください、なんか。なんかこんな袋に入っていて、ここからですね、N 個、スモール N です。スモール N 個の、ボールをですね、まあ、なんか、一斉に取る、一気に取るってことをします。一気に取ります。で、その時に、このラージ傾向の赤いボールの中のいくつが、選ばれるのかってことを、まあ、考える分布。まあ、あるいはその個数の分布を、まあ、長期化分布っていうふうに言ったりします。で、つまりですね、その、分布に従って、その、何個選ばれたか、赤いボールがですね、何個選ばれたかというのが決まるんですけども、それの期待値っていうのを考えようということを、ここではやろうと思います。で、つまりですね、このラージ X っていう、これ確率変数があるんですけども、これは、選ばれた赤いボールの数だとします。で、これの、まあ、期待値を知りたいということをちょっと考えてみましょうという問題というか、まあ、そういうことをやってみたいと思います。で、まあ、確率論っていうのをですね、2年生の時に、授業で受けたらですね、まあ、こういう問題というか、こういう設定は、扱ったことがあるかもしれないんですけども、これは、初めて見ますか？それとも、今まで見たことありますか？こういう聞き方だと、答えにくいですね。じゃあ、これ、今まで、見たことがあるっていう人、ちょっとなんかアクションをいただいていいですか？ありますか？ありますか？わかりました。じゃあ、その時にもですね、多分こういう期待値っていうのを計算してると思うんですけども、じゃあ今からですね、この期待値をですね、二つの方法で、求めてみたいと思います。はい。で、はじめはですね、この定義に従ってやってみましょうということですね。で、定義に従ってやるとすると、まずですね、このラージ X っていうこの赤い、選ばれた赤いボールの数を表す確率変数が、このスモール K となるような確率、つまりこのラージ K の中からスモール K が選ばれる確率っていうのを、まず求めてみたいと思います。で、そうしたらですね、これ、まず全体でラージ N 個あって、その中からスモール N 個を選ぶって言ってるので、全事象ですね、すべての事象の数を数えると、それは、ラージ N チュール、スモール N チュール、ラージ N チュール、スモール N になります。いいですか？で、その中で、この赤いボールがスモール K を選ばれるような場合はいくつあるかっていうと、まずですね、その K を選ばれなくちゃいけませんから、スモール K を選ばれなくちゃいけませんから、それはですね、このラージ K の中から、スモール K を選んでくるわけです。選ばれることになるわけです。で、その、パターンは、ラージ K、チューズ、スモール K になります。はい。で、残りのですね、ラージ N マイナス、すいません。残りのスモール N マイナス、スモール K を選んでくるんですけども、それは全部この白いボールじゃないといけませんから、で、白いボールの数っていうのは、ラージ N マイナス、ラージ K ありますから、その中からスモール N マイナス、スモール K を選ぶことが必要になっていて、そのパターンは、ラージ N マイナス K、チューズ、
スモール N マイナス、スモール K という形になるということで、で、それが、別々に行われますから、独立に行われますから、その掛け算として、分子が出てくるという形になります。ここまでいいですか？このラージ、スモール K 赤が選ばれる確率はこうなります。はい。で、そうするとですね、まあ、これを使って、そうするとですね、計算したい。この和ですね。和というか、期待値ですね。期待値っていうのは、このスモール K が、まあ、0の場合もあるし、多くても、まあ、スモール N ですね。になって、K かける、ラージ X が K となります。こういう形で書けるわけです。で、この確率ですね。X イコール K となる確率のところに、ここに書いてある、この式を入れてあげればよいと。で、計算すればよいということになりますね。で、そうするとですね、この二項係数がたくさんあってですね、これ大変なんですけども、まあ、これをですね、頑張って計算しなくちゃいけないということになります。まあ、これ頑張って計算するのを後でやるんですけども、これまあ大変なんですね。この二項係数をですね、うまくこう処理しなくちゃいけないということになります。で、ちょっと脱水は後でやることにして、先にですね、じゃあこれ、表示確率変数を使ったらどうなのかということをちょっと先にやりたいと思います。で、これ、飛ばさなくちゃいけないんですけども。ここですね。表示確率変数を使ったらこうなります。ですね、今この赤いボールがですね、ラージ K 個あるので、その赤いボールにですね、1から順番にこう番号をつけるとします。1から順番にラージ K まで番号をつけて、まあ、一般的な番号をスモール i とすることにします。で、ここでですね、ここに書いてあるような表示確率変数を考えます。ですね。で、これ何かというと、この i 番目のボールに着目したときに、xi と言ったら、それは1か0なんですけども、i 番目の赤いボールが選ばれたら1。選ばれたのはこの思考ですね。この N、スモール N 個選ぶときに、ちょうどこの赤い、i 番目の赤いボールが選ばれるんだったらこれ1。で、そうじゃなかったら0っていうような表示確率変数を考えます。これ表示確率変数ですね。そうか、だから分かったぞ。何がいけないかというと、私は多分表示確率変数っていう言葉をちゃんと定義してないからいけないのかと思ったんですけども、表示確率変数っていうのはですね、何なのかというと、ここにあるようにその赤い棒、i 番目の赤いボールが選ばれるとか、そういうような、そのなんか事象に関連して、事象に対してその事象の表示確率変数っていうような言い方をします。なので、ここではですね、赤いボール、すみません、i 番目の赤いボールが選ばれるという事象の表示確率変数です。で、それはですね、それが起きたら1、起きなかったら0というふうに定めるような確率変数です。で、それが、その事象の表示確率変数と呼ばれるものになります。で、そうするとですね、今これ定義するとですね、何が言えるかっていうと、求めたかった、考えていたですね、このラージ X っていう選ばれた赤いボールの個数っていう確率変数は、この X1 から X ラージ K の和になります。これいいですか？この1番からラージ K 番までの中で選ばれたものだけ、この XI が1になって、選ばれなかったものは0になるので、ラージ X っていうのは選ばれた赤い棒の個数になります。はい。で、そうすると、ちょっと一番下に書いてあるんですけども、このラージ X の期待値っていうのは、この XI の和の期待値になります。で、そうすると、期待値の線形性を使うことによって、この和の期待値は、期待値の和に分解できます。分解というか、変形できます。ですね。で、そうすると、この一つ一つのですね、xi という確率変数の期待値が分かれば十分なんですけども、それちょっと上で計算してるんですけども、それ後でやりますけども、それは、実は、ラージ n 分のスモール n になります。ラージ N 分のスモール N になります。で、そうすると、ですね。で、それがラージ K 個あるので、ラージ K 倍すると、これで欲しかった期待値がわかるということになります。流れはいいですか？はい。という形なので、あとはですね、この期待値ですね。
XI の期待値っていうのが、ここに書いてある、ラージ N 分のスモール N と等しいということが分かればよいということになります。で、それが書いてあるのが、この上の部分ですね。この部分ですね。で、これ見ていくんですけども、あ、すいません、これは、すいません、これ書きたいことの違うことから書いてある。あ、いいのかな？でも、まあ、これは書きたいことじゃないけども、これ書きたいことじゃないから、これ写真消しますね、すいません。これは何を書きたかったかっていうと、これは、本来書きたかったのは XI の期待値です。すいません。で、XI の期待値は、何かというと、XI の実現値は1であるか0であるか、まあ、どちらかなので、1かける何とかプラス0かける何とかになるわけです。で、まあ、0かける何とかの方は無視できるので、無視というか0になるので、1かける何とかの方だけ考えます。だから1かける、i 番目の赤いボールが選ばれる確率というふうになるわけです。で、まあ、1も、これ、まあ、無視で消えますから、だから考えなきゃいけないのはこれですね。i 番目の赤いボールが選ばれる確率。これが分かればいいわけです。で、これはですね、先ほどと同じようなことを考えると、これ全体は、まずどんなことかっていうと、全体は、ラージ n 個あるボールの中から、スモール n 個を選ぶので、全体は、ラージ n 中、スモール n になるわけです。でその中で、この i 番目の赤いボールが選ばれるっていうのはいくつあるのかっていうと、この i 番目の赤いボールもこれ選ばれるって言って、今これ、確定してますから、この場合においては。他の、スモール n-1 個をどのように選ぶのかってことだけ考えればいいわけです。ね、でそうすると、残りは、ラージ n-1 個ボールがあるので、ラージ n-1 個からスモール n-1 個選ぶのは何通りあるでしょうということを考えればいいことになります。で、それは、ここに書いてある通り、ラージ n-1 チューズスモール n-1 になります。で、これ、まあ、変形するとですね、ラージ n 分のスモール n になります。まあ、変形するとって言っていいんですかね。変形するとって言っちゃいましたけども、まあ、もう少しちゃんとやろうとすると、まあ、式でやろうとすると、ラージ n チューズスモール n っていうのは、これ、ちょっと場所がないかな。ちょっとここはちょっとやめますね。ここはやめて、ちょっとこの表示確率変数を消して。ですね。これもう少しちゃんとやろうとすると、ラージ n チューズスモール n っていうのは、ラージ n の階乗、スモール n の階乗かける、マイナス、はい、すいません。ラージ n マイナススモール n の階乗がこうなるんですね。で、これはですね、階乗の定義を使うと、ラージ n かける、ラージ n マイナス1の階乗が分子に出てきて、分母の方は、ですね、ラージ、スモール n、n-1 の階乗で、で、ここが n-n の階乗そのままなんですけども、で、これをじっと見ると、n 分のラージ n、n-1 チューズ、n-1 っていうのがわかります。いいですかね。ということで、ここの等式が得られるということになります。いいですか？で、これでまあ終わりなわけですね。この期待値を、この1ページでまあ計算ができるわけですね。1ページと言っていいかな。はい。で、これは、まあ、なんか何気なくやってるんですけども、これは、この、表示確率変数を使ってるために、これすごく簡単になってます。で、すごく簡単になってるんだってことを、実感するためには、先ほどのですね、定義に従って計算したらどうなのかってことを、まずちょっと体感する必要があります。で、それをちょっとやってみますね。あ、じゃあ、ここまでいいですか？ちょっと、まず、ここでちょっとしましょうね。ここまでで一区切りなので、いいでしょうか。はい、ありがとうございます。でですね、時間は15分ですね。はい。で、じゃあ、定義に従ってやるとどうなるか。ってことをちょっとやってみるんですよ。定義、ここでしたね。ここに書いてある、これですね。で、これに従って、これで計算してみるんですけども、まずその前にですね、一つと確認しておきたいのは何かっていうと、今、ここでこの確率を求めました。選ばれる赤いボールの数がスモール K になる確率っていうのを求めたんですけども、これはですね、K に関して全て足すと、これ確率なので1になっている必要があります。つまりですね、これですね、K が0からスモール N までこの確率を足すと、1になっている必要があります。これですね。これ1にならないといけないわけですね。で、そう思うとですね、何が成り立ってないといけないかっていうと、この、分母は、スモール K が、現れていませんから、この式ですね。この式ってこれ、この式全体ですね。
この部分。この部分っていうのは書き換えると、この、large n 中 small n 分の1を前に出せて、前に出せて、この側が残るわけですね。k が0から n まで、large k 中 small k。ちょっとごめんなさい。large k と small k の区別がつかないから、ちゃんと書きますね。じゃあちょっと、small k は丸めましょうね。スモール k 丸めて、large n マイナス large k choose small n マイナス small k と。こういう形になったんですね。で、これが1にならなくちゃいけないってことは、つまり、この和の部分。この和の部分が、この分母である large n choose small n と等しくないといけないということになるわけです。で、そうするとですね、まずこれを確認しなくちゃいけないっていうのは、ちょっとしたお仕事であって、これちゃんとやんないといけないわけですね。で、これはですね、二項係数の扱いにちょっと慣れてないと、これちょっとできないかなって気が、まずするわけです。で、その時点で、ちょっとハードルが高いわけですね。で、これはですね、別のことで言うと、これはですね、できてほしいんですね。で、できてほしいので、やっていただければいいなと思うんだけども、ちょっと一応、次のページにどんな感じかってことを書いているんですけども、こんな感じで、本当にこれ等しいかなってことを確認するにはどうしたらいいかってこと、これは証明するわけですけども、これはですね、二項定理を使えばわかります。で、二項定理を使うとですね、この x プラス1の、ラージ n 乗っていうのは、二項定理からこんな形で書けると。x の n 乗で、係数がラージ n 中のスモール n。で、このスモール m が0からラージ m まで動いていると。で、そうするとですね、今これはだから x に関する多項式なんですけども、x に関する多項式ですね、これはね。これの、なんだろう、x の n 乗の、項のっていうか、x の n 乗の、x の n 乗っていう項の係数を見ると、これは、large n choose small n わけです。で、これがですね、この上の等式で、今証明したことの、この右辺になってるわけです。ってことはですね、何かっていうと、この左辺は、この x プラス1の、n 乗、large n 乗っていうのを別の仕方で展開してあげて、その展開における、xn 乗の係数っていうのをまた見てあげればいいということになります。で、別の展開の仕方はここでやってます。で、何かっていうと、この large n 乗っていうのをですね、large k 乗と large n マイナス k 乗に分けます。で、このそれぞれに対して、二項定理を適用するという形になります。で、それで適用したのはこんな形ということで書いてるんですけども、で、これは、ちょっと、あれですね、2回目かな、1回目かな、1回目かな、1回目の授業でもちょっとやったことなので、詳細は省くんですけども、こんな形で書けて、これ今その、多項式の係数がこれ k プラス l になっていてよくわかんないんだけども、これをうまく、操作してあげると、これの x の n 乗の係数っていうのが、ちょうど、欲しかった、この k が0から、スモール k が0から n までの和の、large k choose small k、large n マイナス large k チューズ n マイナススモール k という形で、書けるってことがわかります。ちょっとこれは、ちゃんとやらないといけないわけですね。で、ちゃんとやるのは、ちょっとしたお仕事。またお仕事っていうのは、ちょっとしたことなんですけども、それやらないといけない。で、それやると、ちゃんとこれが、この等式が正しいなってことがわかるってことになります。もちろんですね、組み合わせ解釈を使って考えても構わないんですけども、一応、ちゃんと、なんだろうな、それを使わずに、式の上でやるとなると、こんな感じになると。ということになります。で、これによってですね、先ほどのその確率の和っていうのはちゃんと1になるんだってことは確認できたということになります。ここまでいいですか？ちょっと早いかな。これちょっとした復習ですね。はい。で、これは今確認しただけで、では実際に、被災値の計算をしていきましょうということになります。はい。で、これがさ、先ほどのこの確率で、その確率を使って、期待値を定義通り書いたものですね。で、この部分、確率を入れますと、この式が得られましたことになります。だから今からやっていくのは、ここに書いてある、二項係数を含んだ式を簡単にしていくということなのです。で、それをやっていかなくちゃいけないと思います。で、それを今からやっていくんですけども、だからこれがですね、大変だという感じがするわけですね。これ見て、何を思うかというか、これを見て、これ以上簡単になるのかなっていうことを、ちょっと、気にしなくちゃいけないし、実際簡単になるんですけど、そうやっていくということになります。でですね、今から変形していくんですけども、これ、次のページに行きますね。
で、今、ここに書いてあるのは、先ほどの式そのままです。で、この式と変形していくんですけども、まずですね、どこに注目するかっていうと、この k かけるラージ k、チューズ k ですね。この部分ちょっと注目します。で、そう、ちょっとこの部分は、まあ、こんな感じが結構いきなり書いてますけども、この部分がこれで置き換えられます。これ先ほどもちょっと、やった変形に似てるんですけども、ラージ k、チューズ、スモール k っていうのは、これは、スモール k 分のラージ k かける、ラージ k マイナス1チューズ、スモール k マイナス1。すみません。これを言う前にもう一つ言っとくべきことがあったので、ちょっと戻ります。すみません。ちょっと戻ります。ここですね。今、この式、そのまま書いてると言ったんですけど、そのまま書いてなくて、すみません。一つ言い忘れてました。このスモール k がですね、今、もともとは0から始まってるんですけども、これ、右の場では、これ1から始まってることになっています。で、これなんでかというと、これ k かける確率って形になってますから、これ k が0の場合には、このか、えっと、この項ですね。この項全体が0になって無視できるということになります。ということなので、k が、スモール k が1から始めることにしても、値は変わらないので、イコールになると。という形になっています。で、この状況から先ほどの、変形をするとこうなるということですね。すいません。で、このところで、ここでその k が0だと、スモール k が0だとちょっとまずいんで、スモール k 1以上だって形で、ここに書いてます。はい。で、ここでは、置き換えました。このように置き換えました。で、まあ、このような置き換えをしたっていうことはいいんですけども、じゃあ、同じようなことをですね、ちょっとこの後ろ側にもやってみようということをします。後ろ側でもやってみようとします。で、そうすると、まあ、こんな感じになるんですね。で、何かというと、この、分母の部分ですね。分母の部分を見ると、これ先ほどと同じ、変形をしていて、large n チューズ small n っていうのは、small n 分の large n かける、large n マイナス1チューズ small n マイナス1という形で、ここ書き換えているということですね。はい。で、large n マイナス、ラージ K っていうのは、ちょっとこのように、ちょっと無理に書き換えています。ラージ N マイナス1マイナス、ラージ K マイナス1。これはまあ等しいですね。で、スモール N マイナススモール K も、スモール N マイナス1マイナススモール K マイナス1と書き換えています。これ同じですね。ただこの部分も同じになっていると。こういう形になっています。で、そうするとですね、ちょっとこれは書けるかな？書けるかな？これはですね、ちょっとこの下どうするかわかんないですけども、これはどうなってかっていうと、ラージこれはですね、スモール K に関する、なので、スモール K に関係ない部分を全部前に出すと、それはですね、このラージ K と、この分母は、スモール K と関係がない部分なので、これ全部前に出しましょう。で、前に出すと、これは、ラージ N 分の、ラージ K、スモール N。で、分母に、ラージ N マイナス1チューズ、スモール N マイナス1っていうのがあって、分の1。で、和が後残っていて、これ、k が1から、スモール n。で、k マイナス1、チューズ、k マイナス1で、n マイナス1マイナス、k マイナス1、チューズ、n マイナス1マイナス、スモール k マイナス1。こんな感じになっている。ということですね。で、これを、なんか、じっと見て、何かこれ、感じ取れると、すごいんですけども、感じ取るとか言うと、ちょっと言い方悪いんですけどね。まあ、我々と結論を知ってるので、まあ、それ感じ取れるかもしれないんですけども、何かというと、この後ろの和ですね。この後ろの和。これはですね、実は、ラージ N マイナス1チューズ、スモール N マイナス1なんですね。これ先ほどですね、確率の和が1ですよ。ってことを言うときに何をやったかっていうと、ちょっと色変えて書くと、N が0から K だったかな。K が0からスモール N までで、ラージ K チューズスモール K、ラージ N マイナス、ラージ K チューズ、スモール N マイナススモール K。これが、ラージ N チューズラージ K に等しい。これをやったと思うんです。あ、間違えた。スモール N です。ラージ N マイナス、あ、チューズ、スモール N。これを、さっき確認したんですね。その二項定理を使って。で、これとこれ似てるんですよ。したのは。で、どう似てるかっていうと、これ、数字をずらしてるね。数字というか、この、なんだろうな。この、これ、ずらしてるんです。ずらしてるとしか言えないんですね。じゃ何をどうずらしてるかっていうと、この、下の式において、これ、だから変数を置き直すんですけども、k マイナス1を、ちょっとじゃあ、A1 だと。
沖縄市系、スモール n マイナス1を m と置き直して、で、そうすると、ラージ k マイナス1を、ラージ h と置いて、ラージ n マイナス1を、ラージ m と置き直しましょう。で、そうするとどういう式が、下から、この青い部分から得られるかっていうと、青い部分を書き直すとどうなるかっていうと、これは、k が、これスモール k です。すみません。スモール k が1からなんで、h が0から、スモール n マイナス1までの和になって、ラージ k マイナス1は h。で、スモール k マイナス1はスモール h。で、後ろの部分は、ラージ h マイナス、違う、ラージ m マイナスですね。ラージ m マイナススモール、ラージ m チューズ、スモール m マイナススモール h。こうなるわけです。ですね。これは今、この上の、下の赤いのを書き直したと思ってください。ですね。で、そうすると、この上のですね、式を使うと、これ何に等しくなるかっていうと、これはですね、じーっと眺めてあげると、これは、ラージ M チューズ、スモール M。と等しいのがわかります。で、今、ラージ M、スモール M なんだかっていうと、この左側の置き換えを見るとここに書いてありますから、これに従って書き直すと、これは、ラージ N マイナス1チューズ、スモール N マイナス1ということになって、欲しかった式が得られるということになります。つまりですね、ここまでいいですか？ややこしいかもしれませんけど、まあ、こういう式変形今してますね。ですかね。で、そうすると何かというと、この赤い部分とこの分母は一致しますから、これは、キャンセルすると。で、キャンセルするので結果的に、これですね。ラージ N 分のラージ K かけるスモール N という結論が得られるということになります。で、これは先ほどその表示確率変数を使って計算した、期待値と全く同じなわけです。数値はですね。だから、もちろん、期待値は同じ値になる必要があるので、得られる結論が同じになるのは当たり前なんですけども、計算の仕方が違うと、これほど、苦労も違うというか、お仕事が違うということになるという例を、ここで、この長期化分布の、期待値を通してご紹介したということになります。よろしいでしょうか？いいですか？今ですね、これ、X、待って、ミスしちゃった。X の期待値を計算しているので、まあなんか、まあ言っても、この中に2、3ページで収まってるんじゃないか。では、まあ、これぐらいの苦労は、まあ、してもいいかなっていうふうに思うかもしれませんけど、例えばですね、この授業の中であったような、あれですね、X の2乗の期待値とかですね、を求めようと思うと、もう、大変そうですよね。だから、X の2乗の期待値を求めようと思うと、ここに、スモール K に2乗がついてきたりするわけですけど、そうすると、もっと複雑な、式変形をしなくてはいけなくなってくるわけです。で、もちろんですね、表示確率変数を使う場合には、この2乗であっても、それはですね、そんなに簡単に計算できるわけではないんですけども、授業であったようにですね、計算自体は、割とできますし、その時には、この表示確率変数の和であるという、性質をですね、うまく伝えるわけです。だけども、このまあ定義を使ってこれやろうと思うとですね、これすごく大変だなっていうふうになりますので、そこでもですね、またこの表示確率変数をうまく使うっていうことが、重要になってくるということになりますので、ぜひ使えるようになってください。ここまでよろしいでしょうか？いいですか？はい。ではですね、このリアルタイムの部分の録画はここで終わりになりますので、録画はここで終了します。